知らない建設とは、初代知らないが山の神に勝ち、二代目知らないが荒れた地を耕し、あらゆる手段でビルを建て、三代目知らないが素晴らしい経営手腕で大手企業へ成長させ、でこの私、四代目知らないがインターネットを引いたってわけよ。僕もスラスラと作り話を話せるもんだな。四代目しょ、僕ね。ああ戻るかって、その内生活に。社長おやめください。ごめんなさい。社外に心を感じないにゃ。今日の社長機嫌いいね。わかる。いいことあった。どう考えてもあったじゃん。クイズ当ててみて。だれ、はい、従業員に嘘の武勇伝を伝えて気持ちよくなった。助言を信じてふりしてくれる部下に容赦されて嬉しかった。水星のゴジャーク。後の50代目知らぬが語る、この時の速度はまるでカニ光線だったと。カニ光線って、とっても速い。ピカピカだぞ。速すぎて超越するカニ。何を時空飛ぶわよ。ここは出たな、山の神。ここで会ったが100年目。ミコさん、スイさん、やっておしまい。みんなどうしまったんだ。私たち友達だよね。神様と友達。いや、あんたは友達じゃなかった。どういうこと、うん、もしかして初代知らぬいとその仲間たち。初代知らぬ、よくわからんけど悪くない響きだ。惑わされないでください。我々の土地を取り戻すんじゃい。私神様じゃないよ。で、4代目知らぬいがインターネットを引いたってわけよ。僕もスラスラと作り話を話せるもんだな。